皆さん、こんにちは。今日は青山隆さんのことについて紹介します。まずは青山隆さんの経歴とプロフィールから紹介します。青山隆、旧名青山公、生年月日1951年8月10日、没年月日2009年1月28日、日本の歌手、俳優タレント、佐賀県佐賀市高木瀬町生まれ、小学校4年生から神奈川県川崎市育ち、1970年代を代表する男性アイドル、グループフォーリーブスのメンバー、愛称はターボー、中学3年生の時に、東京音楽学院に合格。スクールメイツにも選抜。1967年、ジャニーズ事務所に入所。その経緯について、ジャニーズ事務所に1週間通い詰め、その熱意と根性を認められてジャニー北川より入所を認めてもらったというストーリーが作られて世間に発表されたが、実際の経緯はむしろジャニー北川の方から青山をスカウトしたというものであった。永田英司とメンバーチェンジし、1967年1月にフォーリーブスを結成。1971年3月、アイドル現役当時に日本大学芸術学部音楽学科声楽コースを受験して話題となったが、惜しくも不合格。その後も芸能活動と受験勉強を両立しながら、2浪を経て1973年4月、3度目の受験で日本大学芸術学部演劇学科に入学した。1972年の暮れに、ジャニーズ事務所の第2号女性タレントで、3歳年上の島田純との熱愛がマスコミに発覚。その後、微笑みでは青山が二股をしていたことも暴かれたが、島田と約7年の交際を経て、1977年8月26日にロサンゼルスのウェイフェアチャペルで挙式。披露宴は同年9月11日に虎ノ門のホテルオークラで開かれ、その模様は当日フジテレビでも放送された。1978年8月31日にフォーリーブスが解散。翌1979年には映画「我が青春のイレブン」の主題歌「季節の中の魚たち」をソロでリリースしたが、同年内にジャニーズ事務所を退所した。2002年にフォーリーブスを再結成。同年11月、表記を「青山隆」に変更。2003年8月、尿管結石を患う。フォーリーブスの全国ツアーの最中であった2008年10月中旬に肝臓がんであることが発覚。2009年1月28日午前7時に死去。57歳没。ジャニーズ事務所の早々期。1960年代に人気絶頂だったグループといえば、67年に結成されたフォーリーブス、北浩二、江木俊夫、折茂正夫、青山隆。2009年に青山、12年に北が亡くなったが、青山の葬儀の際、北がこうつぶやいた、花輪の一つぐらい送ってくれてもいいのに、北の死去後、北浩二はこうしていった、を連載したが、これが書き出しだったフォーリーブスが解散したのは78年、ジャニーズに残ったのは折茂だけで、北はグループ結成前からの、ジャニーズ事務所の暴露本、光源氏へ、などを出し、ジャニー北川とも疎遠になっていたが、事務所を支えたメンバーへのねぎらいがないことに、冷たいと悔しさをにじませた。そして12年に北が肝臓がんで亡くなる、その直前に式を察した北は、ジャニー北川、メリー北川に向けメッセージを綴った。本当に本当にありがとうございました。そして最後にどうしても言わせていただけるなら、ジャニーさん、メリーさん、ありがとうございました。青山の葬儀にも立ち会った友人は亡くなった北を思い、ジャニーさんも花輪の一つぐらい出してくれたら、こうちゃんは喜んだろうに。彼も浮かばれないと語った。中学を卒業し、和歌山から芸能界に憧れて上京した美少年は、東京四ツ谷のお茶漬け屋の2階に住み込んだ。ここにジャニーさんが通うようになる。松花街の根っこ、光源氏へ、で、おそらくジャニーズ事務所の中では今もきっと、これと同じことが行われているだろう、と書いた。それでも北は、最後の最後にジャニーさんを慕う気持ちを伝えたかったということだろう。ジャニーズ事務所を離れる前から耐えきれずに北は覚醒剤に手を染めた。
貯金間だったはずが解散した時には銀行の口座に1円も残っていなかったという。被害アイドルからの凋落の中デッサンで言ったきた。それでも最後の拠り所がジャニーさん。そろそろそんな呪縛からジャニーズもだんまりを続けたメディアも解き放たれてもいい時ではないのか。話は飛躍するが、消化外には向き合わず LGBTQ プラスに必死になっているメディアを見ていると、泥棒はダメと分かっていて泥棒にも人権があるみたいな話をしている人たちとしか思えない。私は私が担当するまでの細かいフォーリーブスの変遷はよくわからないのだが、グルーヴの結成は1967年で私が担当する前にメンバー入れ替えがあり、それまで一人だけ小学生だった永田英二が外れて青山光が加わって、後に大活躍するフォーリーブスの原型ができるのである。私は何もわからぬまま前任の担当編集者からジャニーさんとメンバーを紹介され、毎月の付き合いが始まった。フォーリーブスは GS のブームが去った後、テレビのバラエティや歌番組で若いまだ10代のタレントして引っ張りだこになっていった。メンバーは北浩二、青山光、折茂正雄、江木敏夫の4人で、それぞれ微妙に持ち味が違っていて、それなりにバランスが取れていた。取材を重ねる中で私はジャニーさんとも仲良くなっていって、いろいろな話をするようになった。彼の将来の夢は、日本でアメリカのショービジネスに負けないようなミュージカルや、芝居やコンサートを開けるような力のあるタレントたちを作り出した、ということだった。この時期、私は日本の芸能プロダクションのいろいろなマネジャーたちと知り合いになった。名前は出さないが、何人ものマネジャーたちと知り合って仕事の話をしたが、明確にアメリカの芸能産業をターゲットとして語ったのは彼だけだった。昔、西銀座のすき家橋のところに、いわゆる日劇と呼ばれる劇場があったのだが、そこでは季節ごとだったと思うが、ウェスタンカーニバルというポップスコンサートとでも言えばいいのだろうか、音楽イベントがあり、GS が解散、消滅した後、フォーリーブスはそこのメインの看板タレントになっていった。全10冊にも及んだ光源氏へシリーズの出版を戦いと称し、長く攻めの姿勢を崩さなかった北とジャニーズ事務所の関係は当然のように修復不可能になっていた。しかし02年になんとフォーリーブスはオリジナルメンバーでの再結成を果たす。ジャニーズとの関係がこじれていたのは北だけではなく、江木敏夫や青山光、後に高志に改名も同様だっただけに、これに驚いた関係者は多かった。さらに知人女性に飲ませるなどの容疑で逮捕されているのだが、その裁判では青山が情状証人として出廷し、フォーリーブス時代初めの頃は3万円の小遣いのみ、解散する頃になってやっと月給後10万円ほど、辞めた時は200万円もらっただけ。エギの示談金を借りようと事務所に電話したら、とっくに解散しているんだからもう関係ないと言われた、などジャニーズ事務所の使い捨ての実態を法廷で明かしていたのだ。にもかかわらず、楽曲の使用やフォーリーブスという名前での活動が許された背景には、99年に勃発した週刊文春のジャニーズ球団キャンペーンの存在があると噂されている焦点は、ジャニー北川氏のホモセクハラ。多くの元ジャニーズ JR たちが取材に協力し、ジャニー氏のホモセクハラを告発する中、青山もコメントを寄せるなど盛り上がりを見せ、さらにはかつてその実態を赤裸々なまでに暴いた光源氏へ存在もクローズアップされ、北にも注目が集まりました。しかしこのキャンペーンに北が加担することはありませんでした。この時フォーリーブスの再結成を交換条件に、北がジャニーズサイドからの口止め交渉に応じたとも噂されています。青山隆の人生や経歴について詳しく説明しているものでした。青山隆は日本の歌、俳優、タレントであり、男性アイドルグループフォーリーブスのメンバーとして活動しました。彼の出身地や家族の背景、結婚取り、そして最後の時までの活動などが紹介されていました。青山隆の父の経歴や戦争体験、
青山隆史自身の学歴や芸能活動への志望など詳細な情報が記載されていました。また彼の息子である岩城光一についても言及され、岩城光一と反町隆史の類似性や親子の噂について触れられていました。青山隆史は東京学院での活動を経てフォーリーブスのメンバーとして活躍しました。結婚相はジャニーズ事務所の第2号女性タレントであり、1970年のミスユニバース日本代表としても活躍していた島田純さんです。しかし1996年に離婚し、別の一般人女性と2度目の結婚をしました。2008年に肝臓がんが発覚し闘病生活を送った青山は2009年に亡くなりました。青山さんはエギ、オリモ、北の4人で1967年にフォーリーブスを結成。アイドルグループの先駆者として活躍し、78年に解散するも、2002年に再結成して亡くなる18日前まで全国ツアーに励んでいた。残り3箇所の公演は3人で予定通り続け、オリモはターボーがそばにいると信じて頑張りたいと誓っていた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。